世界無名戦士の墓の慰霊大祭が行われた5月13日土曜日、オーパーク越生ではピースフェスティバル in 越生が開催されました。この企画は世界の恒久平和を願う友愛の象徴としての世界無名戦士の墓がある越生町から世界に平和への祈りを捧げようと今年初めて企画されました。ピースフェスティバルをさせていただいております。一応実行委員長ということで、役をいただいております長谷部と申します。越生町には世界無名戦士の墓という第二次世界大戦の時に戦ってお亡くなりになった方たちの老い骨を安置させていただいてます。お墓があります。で、毎年そこで慰霊祭という式典をやっておりますが、今日はその日なんですけれども、どちらかと言いますとそこは役員さんとか役場の関係、それと県の方とか、国会議員の方とか のお話をいただいたりメッセージをいただいたりするところが主なんですね。で、なかなか場所的にはそんなに広くないところですから、頂上が一般的な方はなかなかそこまで参加することができません。そしてもう戦後、無名戦士が立ちましてから、68年目なんですけど、役員さんも結構ご高齢の方が増えてまいりまして、これから先若い人たちにぜひこの、第二次世界大戦をはじめ、今ウクライナで大変なことになってますけれど、その戦争のことについて考えていただいて、無名戦士の、意味をつないでっていただければなということで、今回ピースフェスティバルという形で音楽とアートと展示して、皆さんで楽しんでいただきながら、もう一度このことについて考えようということで始めたものです。たまたまウクライナに戦争が起こりまして、今日も会場にお見えになってましたけれど、ウクライナの方たちも避難されてこちらの方に見えてます。で、ウクライナの方たちに募金を募ってそれをお届けしようということも合わせてやっております。もう本当感激しております。やっぱり皆さん本当に、そのことについて考えていただいてるんだなっていうことが身にしみて分かりました、ね、一日も早く戦争が終わるように祈りとともに終わらせてほしいとメッセージをね伝えていけたらなというふうに思っております。ピースフェスティバルは長谷部さんのほか有志の皆さんで実行委員会を組織して開催されました。公演には世界無名戦士の墓検証会、越生町、越生町議会、教育委員会、観光協会、商工会、そして東武鉄道株式会社なども並びました。世界平和への祈り、アート&ミュージックをメインテーマとして、今回の趣旨に賛同したミュージシャンによるライブとアーティストによる作品展示がありました。出演や協力者は全てボランティアで、会場ではウクライナの人々への支援も募り、集まった募金はユニセフのウクライナ緊急募金に寄付されます。会場の周りには地元越生町のアーティストによる作品などが並んだほか、ウクライナの家族による手作りクッキーやハンドメイド雑貨の販売なども行われました。また出演したミュージシャンは全部で8団体武蔵越生高校和太鼓部のまた出演したミュージシャンは全部で8団体
武蔵越生高校和太鼓部の卒業生で結成された太鼓チーム和太鼓ともしびや、越生町在住の菅井千春さんとキッズコーラスの皆さん、越生コーラスなど様々なジャンルの音楽が次々に登場して会場を沸かせました。